逃げて、早く逃げて。ありがとうございました。またのお越しお待ちしております。僕は奈良の大仏アップルストア大仏店の店長だ。店長、こいつはオロゴン君。人に媚びへつらうことしか取り柄がないどうしようもない童貞だ。いらっしゃいませ、アップルストア大仏店へようこそ。おい、昨日お前のところで iPad 買ってやんけどな、中に髪の毛が入っとったやないか。間違えて食うてしもたかな。お前どないしてくれんねんこれ。あの iPad を作ったのはあ、しでげす。おやおや、混入するべき髪の毛がこいつには生えていないようなんだが、不思議なこともあるもんだ。そんなもんお前陰謀かもしれへんやないか。そういえばちょっと癖が強い毛やったわ。オロガン君、パイパンでげす。おやおや、こいつはたまげた。まだ下の毛も生え揃ってない、どうしようもないチェリーボーイだね。もうええわこの変態プルテン。こうして今日も素晴らしいアップル製品を売りさばき荒稼ぎしている。というわけでこんにちは、どうも負け犬です。先日ですね、ようやくこちら iPad Pro 12.9 インチが届きました。いやー、もう予約して1ヶ月以上経つんじゃないですかね。もう他のねガジェット系の YouTuber はですね、皆さんレビューされてると思うんですけど、僕の家にもですね、ようやく届きました。予約開始日にさ注文してこんなにじらされたの初めてですね。初めてですよ、この私をここまでじらしプレイしたおバカさんたちは。というわけで本日からですね、この最強の iPad Pro 12.9 インチ使っていきたいと思います。いやー、アクセサリーだけね先に届いてさ、もうほんとじらしプレイだったからね、もうどんだけこの日を待ち望んだことか。ほんのり苦い初恋の味。というわけで新型 iPad Pro 12.9 インチ開封していきたいんですけども、もうレビューはいいよね。もう他の YouTuber いっぱいやってるしさ、もう M1 チップがどんなスペックかっていうの皆さんご存知だと思いますし、で今更そこにはね、興味がないと思うんで、今回はですねこの新型 iPad 12.9 インチを使ってですね、余すところなく遊んでみたいと思います。それでは行ってみましょう。というわけですね、もう今日は堅苦しいことを抜きにしても遊んでいこうじゃないかということでですね、はい、早速オープン。よいしょー。あー、でもこの開封の瞬間だけは本当たまらんな。慣れることないな。いつでも子供心に戻れます。それでは本体見ていきましょうか。ウィーヤー。はい、こちらデザインバーアップレインカリフォーニュー。トニーとボブは兄弟ですか？いいえ、トニーとボブは穴兄弟です。はい、ペロンチョ。よいしょー。あー、いいねいいね、美しい。今までねスペースグレーばっかりだったので、今回はシルバーを選びました。やっぱりこのシルバーこそがアップル製品。いやー、改めて見るとでかいよね。ほんとでかいよ。こんなの入らないよ。付属品はですね、タイプ C、 タイプ C ケーブル、そして 20W のですね、充電器なんですけども、毎回思うんだけど、なんでさ最速充電できないアダプターをつけるんだろうね。 iPad Pro ってさ 30W くらいでさ急速充電できるのに 20W のアダプターしかついてないんだよね。これ別に買えってこと？いい加減最速充電できるアダプターつけてほしいよね。そしてリンゴマークのシールね、誰かのかじりかけをつけるってさちょっと失礼じゃない？それでは電源を入れてセットアップしていきましょう。ムーンプリズムパワーセットアップ。というわけですね、セットアップが終わりましたので、新型 iPad Pro 12.9 インチで遊んでいきたいと思います。まず 12.9 インチといえば、今回ね新しく搭載されたミニ LED ディスプレイ XDR ディスプレイなんですけども、こうやってホーム画面の状態ではまあ変わってるか変わってないかよくわかんないですね。非搭載の11インチと並べてみてもあまり違いがよくわかりません。ただですね、照明を落としてみるとすぐに分かりました。こちらが iPad Pro 12.9 インチなんですが、そしてこちらが11インチ。11インチの方が黒い部分が白っぽく光ってるの分かります？こうやって並べてみると一目瞭然ですね。明らかにですね 12.9 インチの方が黒の深みが強いです。11インチはやっぱり全体的に照らされてるのがよく分かりま
ますよね。ミニ LED でバックライトの調整がより細かくね、されているのがよくわかると思います。 Apple のホームページで比べるとこんな感じ。これも11インチが全体的に白く光ってるのがわかりますね。はい、というわけでですね、 iPad 12.9 インチで遊んでいきましょう。まあ、まず iPhone とか iPad といえばブラウジングですよね。スマホやタブレットは情報収集の端末として非常に優れております。特にこの 12.9 インチはもう圧巻もので、はい、これだけ大きな画面でブラウジングをすることができます。ね、やっぱり画面が大きいと情報収集の効率も高まりますよね。はい、iPad Pro 11インチと比べてもこれだけ大きなサイズの差があります。タブレットとかスマホの1インチの差って結構でかいんだけど、この11インチと比較しても2インチも画面が広いですからね。で、僕の動画がですね 4K30fps の動画なんでちょっと分かりにくいと思うんですけども、 iPad Pro はですねプロモーションテクノロジーの 120Hz のリフレッシュレートに対応しております。1秒間に120回ですね画面が更新されるということで、通常の iPad よりもぬる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 動いてくれます。まさにタブレット界の極上ローションプレイヤー。そして 12.9 インチといえばやっぱりこのマルチタスクですよ。2つ以上のアプリを立ち上げてもめちゃくちゃ画面広いんですよね。ですからこうやってウェブページを立ち上げながらノートアプリなんかを並行して使いたい時にはすごく便利。画面が半分になっても非常に書きやすいサイズ感となってますね。で、どれだけでかいのかと言いますと、画面半分にしても iPad mini よりも表示領域広いんですよ。ですから単純に iPad mini が2台並んでるくらいの表示領域はしっかり確保できるんですよね。そして今年の iPad はですね、よりねこのマルチタスクが使いやすくなったり、ユニバーサルコントロールがね使えるようになりますので、 12.9 インチの価値っていうのもぐっと上がるんじゃないかなと思います。そしてやっぱり iPad で言えば動画視聴ですよね。動画もこれだけですね大きな大画面で楽しむことができます。プロ11インチと比較してもこれだけ広大な画面で楽しむことができますね。もうねエッチな動画を見るときは最高です。Netflix や Hulu やプライムビデオなど幅広い動画コンテンツにも対応してますので、最近僕はですねプライムビデオでスーパーカブっていうねアニメにハマってます。そして iPad Pro 12.9 インチは読書も快適、もう雑誌もこれだけ広い画面で見られますからね。こういったテキストの部分も拡大せずに読める。他の iPad は雑誌とかになるとサイズ的にちょっと厳しいんですよね。いやー読書も超はかどるわこれ、もちろんですねエッチな漫画も楽しむことができます。いやー矢吹先生こんなに見せていいんですかい。そして iPad Pro 12.9 インチはゲームもド迫力、ただ重たい、操作しにくい、そしてリズム感がね。そして iPad Pro 12.9 インチがあれば動画編集も楽々作業できます。画面が広くて編集もしやすいので、思い出のシーンなんかねより輝かせて残すことができます。こうやって厳選の記事追い特集動画も作れちゃいますね。そして iPad Pro 12.9 インチはイラストも最大限に楽しめます。こうやってですねイキリかつ肉棒もですねバッチリ描くことができます。リフレッシュレートでペンの書き味もめちゃくちゃいいですね。この辺もイラストレーターや絵が好きな方にとってはね非常に嬉しいポイントじゃないかなと思います。画面が大きいのでピンチインピンチアウトしなくてもそれなりにですねイラストなんかを楽しむこともできます。お子様のいる家庭だったらお子様の塗り絵なんかにもいいかもしれませんね。 Apple Pencil なら汚れる心配もありません。そして iPad Pro 12.9 インチスピーカーの音も最高にいい。去年のモデルから進化しているのかちょっと聞き比べてみましょうか。いやスピーカーの音も良くなってますね。より音の広がりが増して高音域なんかすごくくっきりしてますね。以前のモデルにあったくぐもって聞こえるような印象がかなり軽減されてると思います。いやー iPad のスピーカーどこまで良くなるんだ。軽く作業中に BGM かける程度だったら十分じゃないですかね。そしてカメラはですね解像度などはアップしてないんですが、今回 M1 チップが搭載されたことによって ISP そしてニューラルエンジンが強化されたことによりスマート HDR3 に対応しております。
より適切にですね細かく画像処理をしてくれるようになりましたので、実質撮った映像はより美しくなっております。いやいいよ、すごくいいよ。もっと足開いてごらん。そしてフロントカメラはですね 1080p の超広角レンズに変更されまして、その画角を生かしたセンターフレーム機能が使えるようになってます。フェイスタイムなどのビデオ通話でこうやって被写体が動いてもしっかり中心に捉えてくれるんですよね。これさ、すげえ面白い機能なんだけどさ、動画撮影で使えるようにしてほしかったよね。こうやってビデオ通話にしか使えないっていうのは痛いっすね。めちゃくちゃいい機能なのに。というわけで、こちら新型 iPad Pro 12.9 インチで遊んでまいりましたが、いかがでしたでしょうか。いやミニ LED ディスプレイでね、より美しくなって、そしてスピーカーも強化されて、でカメラ機能もアップしてると、スペックだけじゃなくね、ハード面もしっかりブラッシュアップされてるなと思いました。持ち運びできる11インチももちろん便利なんだけど、やっぱり 12.9 インチはタブレットでできること全てが快適ですよね。使っていて非常に楽しい、今回ですね XDR ディスプレイ目当てに 12.9 インチをね初めて購入したっていう方も非常に多いと思うんですけども、そして今年の秋ですね、進化する iPadOS でよりマルチタスクが便利になったり、ユニバーサルコントロールがね使えるようになったりと、より余すところなくですねこの 12.9 インチの大画面っていうのを活かせるようになると思います。買って間違いはないと思いますよ。今回ですね、僕初めて 12.9 インチと11インチ両方ですね、同時に購入したわけなんですけども、これからはこの2つを使って iPad ライフを楽しんでいきたいと思います。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。